IIV チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ジューシージューシー8月のカバーガール山本あずさです。今回のテーマはですね、あずさの夏です。楽しかった夏の思い出はですね、昔子供の頃はすごいキャンプとかが苦手で、こう外の虫とか、キャンプに行ったら本当にベッドとかもないじゃないですか。だから寝袋で寝たりとか、そういうのもすごい苦手だったんですけど、こうちょっと大人になりまして、そういうなんかこう野外のこうイベントっていうんですか、キャンプもうちょっといいんじゃないかなと思って、去年の夏にデビューしたんですよ、キャンプデビュー。そしたらこれめちゃめちゃ面白いんですよね。夜なんかこうみんなでご飯を炊いたり、それも炊飯ジャーじゃなくて、やっぱ飯盒かなんか炊いて、あとはこう買ってきた肉とかを木を燃やして焼いて食べたり、あとうち犬を飼ってるんですけど、その犬をちょっとこう離してたら川から魚を取ってくるんですよ。プーちゃんって言うんですけど、プーちゃんがもう魚をこう取ってくる頃にはもう魚もぐっちゃぐちゃになってるんですよね。だからもう全然もう身とかなくて食べれないんですけど、まあそれをなんかいいかなみたいな感じでキャンプにはまってますね。うん、すごい去年の夏、それでみんなで花火をして楽しかったですね。線香花火をしたんですけども、こう人のなんていうんですか、線香花火の玉を取るんですよ。でなんか順を大きくしたりとかして、で誰が一番長くずっと線香花火が燃えてるかとか、そういうのをやったり、あとは夜もう真っ暗な中みんなでこうトランプをして、明日の朝こう食器を洗うの誰とか、そういうの決めたりしてましたね。すごく楽しい思い出ですね。夏といえば、はい、皆さんそうですね、金魚すくい。というわけで、じゃーん、金魚すくい。金魚が、まあ、10匹ばかりいますけども、その金魚を私が、こんなにあります。10枚ぐらいあるんですけども、これを使って、金魚が何匹取れるか、ちょっとやってみたいと思います。けど、こんなもんなの金魚すくいって。夏にこんなデートをしてみたい。なんですかね、まあ、海とか行きたいですけどね。海とか行きたいけど、焼けそう。なんかこう、しかもなんかグラビアやってるから水着とか着て、こう、ちょっとか歩いたりとか、ちょっと、逆に抵抗があるので、だから、なんだろうな、花火大会とか、行ってみたいですね。昔はこう、毎年、江戸川の花火大会に行ってたんですけども、もう最近、ここ3、4年ぐらい芸能界に入ってから、全然行ってないので、花火大会行きたいですね。取れた、超嬉しい。すごい元気すごいすごい。ちょっと待って、もう一匹取りたい。すごーい。
このね、可愛いのがいるんですよ、一匹。この夏してみたいことは、なんだろう。この夏してみたいことは、スカイダイビングとか？だっていつもスカイダイビングしたいって言ってるんですけど、一回もしたことないんですけど、スカイダイビングとか、あと、あの、ジェットスキーの後ろに、なんかこう、なんて言うんだろう、こう座って、で、こうそのジェットスキーがブワーって走ると、こうそれが浮いて、こうなんか、海を楽しむみたいなのあるじゃないですか。わかりますよね。あれもやってみたいなって思いますね。こうちょっとマリンスポーツ系もいいんじゃないかなと思います。他はね、流しそうめんとかやりたいですけどね。昔ちょっと企画して、こう竹を買ってきて、ね。ダメだ。この金魚、これかわいいの。この金魚が欲しいんですよ。取れた。このかわいい金魚。目標だったこの黒と赤の金魚、これが取れたので今日はもう店じまいをしようと思います。コラにサインを書きます。じゃーん、できました。カノパラを抽選で3名の方にプレゼントします。アズのメッセージが入っているので、皆さんどしどし応募してください。それじゃあ待ってます。皆さんこんにちは、山本アズです。ちょっとあの自分のプロフィールを書いてみました。4月24日誕生日です。もう過ぎて今25歳になりました。そんな私からお知らせがあります。8月19日に秋葉原の石丸電機にてトレカのイベントをやります。そのイベントはですね、こう握手会もあったり、じゃんけん大会もあったり、アズの暴露話もあったり、いろいろあるので、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。それでは待ってます。また会いましょう。